はい、こんにちは、エイタクです。今回ですね、ホットサンドクッカーを使ってプロテインパンケーキは作れるのかということを検証していきたいと思います。で、なんでこれをやりたいかと思った。恥ずかしいな。恥ずかしいな。なんでこんなんでしょ。そう、普通普通。はい、ではなんでホットサンドクッカーを使ってプロテインパンケーキを作ろうかなと思ったかというと、あのバーベキューとかキャンプとかしてるときに肉とか野菜は食べられると思うんですけれども、デザートがねえじゃねえかと。はい、で僕みたいにあのデザート大好きな人はデザートを食べてこそなんか食事の終わりみたいな、そんなことがあると思うので、ただ夏とかダイエットしてる方も多いと思うんですよ。なのでデザート自体に気を使われてる方も多いと思うんですね。でそこでなんかバーベキューしながら作れるデザートはないかなって考えた時に、あ、プロテインパンケーキがあると思ったんですね。はい、で、まあ、今回、ホットサンドクッカーですね、こちらのコールマンのホットサンドクッカーを使って作っていくんですけれども、普通家庭でフライパンとかを使って作ると思うので、これで本当にできるのかはわからないです。わからないので、そちらを今回は検証していこうと思います。はい、でですね、プロテインパンケーキを作るために今回用意したのがこちらのフラップジャックのプロテインパンケーキと、ゴールデンファームのシュガーゼロの、これはパンケーキソースになりますね。はい、ではやっていきます。まずこちらのプロテインパンケーキを 53g 使うので計量しないといけないです。で、バーベキューとか、キャンプでやるときはこんな計量器持ってくのめんどくさいと思うので、こういったものにですね、まあ、タッパとかこういった小分けにできるケースに、まあ、分けて持ってくと便利かなと思います。はい、ではやっていきます。53g と水を66ml、3分の1カップ入れていきます。3分の1カップ、66ml ですね。はい、では水入れたんでこれを混ぜていきます。だいたいネバネバなるぐらいまで混ぜていくといいと思います。はい、こんな感じで膨らんできたんで、あとはこれをパタンと、パッと、あーやべえ、あはは、漏れる漏れる漏れる、やばいやばいやばい。まあこれ通常であれば弱火で3分ぐらいなんですけど、まあこれでちょっとやった時ないんで、どんくらいかじっくり開けながらですね、見ていこうかなと。はい、
じゃーん。すごい。こんな感じで、もう少しだけ焼いていこうかなと。はい、2分ぐらい経ったんで開けていきます。こんな感じ。こんな感じです。めちゃめちゃうまそうじゃないですかこれ。はい、では完成です。こんな感じですね。早速開いていこうと思います。こんな感じ。どうですか、めっちゃ綺麗にできたんじゃないですかこれ。ただ問題は中身ですよね。よいしょ。じゃあ実食していきます。まずはじゃあここを切ってって、めっちゃパリパリ外、こんな感じ、いい感じじゃないですかね。で、中は、お、ふわふわやん。すげえ。中こんな感じです。こんな感じです。めっちゃうまそう。しっかり火通ってそうですけど。どうなんでしょう。いただきます。うん、味がしねえ。これだ。うん、うまい。でもシュガーフリーソース、シュガーフリーなんでドバッと。いただきます。うまっ。めっちゃ美味しい。で、このプロテインパンケーキなんですけど、普通のプロテインパンケーキに比べてももちろん糖質とか低くてタンパク質が多くなってるんですけども、これ一応1食で 20g 取れるので、で 20g で炭水化物が実質 18g、 食物繊維が 5g 取れるんで実質 18g なんで、かなりダイエットにおすすめです。でしかもかなりうまいです。これふわふわして、そっとこの辺ですね、なんかワッフルみたいになるんで、今回とりあえずこれを使って3食分で作ってみたんですけど、3食ぐらいが多分ちょうどいいかな。ちょっと溢れるんですけど、溢れたこの辺もワッフルみたいで美味しく食べれるので、すげえ美味しい。食べる？誰に言ってる？超美味しい。はい、ってな感じですね。今回は
こちらの、まあこれはホット、コールマンですね、ホットサンドクッカーを使ってプロテインパンケーキは作れるのかっていうことを検証してたんですけども、結果めちゃくちゃうまいっす。しかもあのコールマンのあのこのランタンが可愛く映るんですよね。どうですかこれ、これバーベキューで食べられたら幸せじゃないですかね。はい、ってな感じですね。僕のチャンネルではこういったプロテイン関係のレビューだったりですね、あとはダイエットとか筋トレの、まあ方法だったり、あとはまあ文献の紹介とかいろいろやってますんで、気になる方はぜひですねチャンネル登録といいねの方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。どんな感じですか。じゃあちょっといただきたいと思います。めっちゃうまくできたね。どうですか。確かに美味しい。美味しい、でも僕はホットケーキが食べたい。